my favorite. 空間を柔らかく包み込む光、その場にいる人の気持ちを穏やかにしてくれるこの照明を作ったのは、一人の日本人です。アメリカ・シアトルに渡り12年、今までに数々の作品を生み出し、多くの人に光を届けてきました。But she makes it to custom to change the feeling of the space. 日本で全く売れなかった。やっぱり、まあ、こっちにアメリカの方が需要があるっていうか、私のたった一人、自分の感覚だけを頼りに照明を作り続けてきた彼女。そんな娘に日本の両親は、何も苦しいでも、割とそのあいつ苦しんどるなっていうのは見えない。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りします。グッド地区で山口と申します。どうもよろしくお願いします。お世話になります。お世話さんです。シアトルで照明のデザイナーなさってるってことですけども、はいはい、あの子はね割と明るいんですよ。表面上すごく明るいし、うん、まあ人にあまり心配させたり迷惑かけたりというのはあまりしない子なんで、はい、その辺がやっぱ心配で、ね、心配ですよ。要するに辛かったら辛いって言うてほしいと。そうそうそう、ね、実際今の腹の底がね、もう日本に帰りたいなと思ってんのか、なるほど、どうなんかなっていうのがねやっぱ一番気になりますね。わかりました。見てみましょうかね。はい、ユリさん、シアトルです。シアトルで照明デザイナーとして奮闘するユリさんへ両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ8000キロ、9時間。アマゾン、マイクロソフト、スターバックスなど世界的な企業の本社が集まり、経済成長著しい街シアトル。その繁華街にあるお店で仕事中だというユリさんを訪ねました。おしゃれな。すみません、すみません、エクスキューズミー、ユリ、ユリさん、ユリさん、ハロー。どうもすみません、はじめまして。はじめまして。ようこやってきました、グッドチキンビーと申します。はい、これすごいですよね。うわ、これはそうです、さっきね、手で作りました。手作り、はい、そうなんですか。だから掃除にも来ますし、電気もすぐに買いに来ますし、何でもしますよ。ここは連日満員の日本食レストラン、もみじ。高さ 1.5 メートル、横幅3メートルのこの巨大な照明が、7年前のオープン以来、店の顔としてお客さんを出迎えてきました。So customers would walk in the front door at night.And just stare at it. 内装のテーマは京都。空間を彩るほとんどの照明はゆりさんが半年かけて手作りしたものです。うわ、おしゃれ。奥には店名のもみじをイメージした照明が。あ、いいなこれ。Yeah, this is my favorite. 綺麗ですね。あ、これいいな。 Especially this one feels like starfish. It works really nice, makes the room really warm. I think most people come into a restaurant, it's a very unusual way to light the restaurant room. 和紙の質感とアニメからこぼれる光で空間を演出するユリさんの照明。そこには幼い頃を過ごした京都の町屋が大きく影響しているといいます。その中庭から障子を通して差し込む光がもう
ほんまに心地よい光やなと思って、だからまあまあ、私の作品が、まあ、そこからベースなんだなっていうのが、まあ、こっち来て分かったっていう感じなんですけど。オフィス街の中心にあるビル、この地下にリリさんのスタジオがあります。ここめちゃくちゃ綺麗ですね。夢の世界みたいな感じです。ありがとうございます。これもリリさん作ったんですか？あ、これそうです、鏡っていうタイトルの。これはサンフランシスコ の、 あの方たちとのムーコラボレーションっていうので、今度また出品するんですけど、私のムーをイメージした。同じ作り方ですか、これは？そうです、ウォーブンライトっていって編み込んで作ってます。今制作しているのが、はい、一応こういう、あのこれムーンシャインっていうんですけど、オーダーで壁のライト、月とあの雲の合体なんで、まあ、浮いた感じ、こう入り口入ってた時にこう光っていいかなと思ってます。まずは和紙を細く切ります。紙の風合いを失わないよう刃物は使いません。うわー、形違う。いいな。そして和紙と針金で帯を作り編み込んでいきます。おー、大変やな、これ。いや、結構この作業は好きですね。時間忘れて、なんかこう物になっていくのが好きな。ウォーブライトの時は全部計算して長さ決めてやってますけど、ね、イラストをもとに設計図を作り、それぞれの帯の長さを正確に計算します。これは全然自分画流です。画流はい、教えてもらって、ね、ああこんなどうかなと思ってやってみたら、あ、いいやんっていう感じのノリで。そして制作に入り30時間。こういうのは全部別注です。デザイン上げて作ってもらいました。フレームに固定したら最後の仕上げ。もともとはこうカチッとして作って、で後からこう柔らかくしていくっていう。隙間ができてクリアな電球やったら影がすごい綺麗なんで、ちょっと明かりをつけてみます。でん、うわー素敵。雲をまとった月が浮かび上がりました。まあ、そのお客さんの顔を思い浮かべたりとか、喜んでくれるかなとか思い持って結構作ってることが多いですね。いや、自分も欲しいなって思うぐらい。小さな頃から建物のデザイン画を描いて遊んでいたゆりさん、高校卒業後は専門学校でインテリアデザインを学びます。まあ、一番照明の課題が楽しかった。電気つけたり消したりする時のそのなんか表情が違う、 そうっすよね、そういうところがなんかまあ魅力的かなって思いますね。もうその時のなんかこう興奮状態というか、そのずっとこう作ってること楽しい、あのやっぱり、あ、絶対これおもろいわっていう、なんかずっとそのエキサイトしてる状態ですか。すっかり照明の魅力にハマって、照明デザイナーとして活動していこうと決意、日本で個展を開きました。個展やった時に、あ、全く売れなかった、
なかなかやっぱり私のやってることを受け入れてもらいにくい部分がある。まあそんなんで、まあいろいろ海外とか行ってたり、まあアメリカも結構来てたんで。そんな時に開いたロサンゼルスでの個展、ゆりさんの照明が売れたのです。続いて開いたシアトルでも大好評。アメリカの方がアートをね買う習慣っていうか、そういうのが定着してるんで、誰かの役に立てるっていうのがあるんで、まあ今はこっちかなって思ってます。市内の 1LDK のアパート。わ、これもいいな。とこに住んだあれな照明デザイナーとしてシアトルで活動を始めて12年。収入はまだまだ安定せず、節約のために食事はほとんど自炊しているというゆりさん。あ、でもすごい健康的なメニューですね。いつもご飯は一人なんか食べてるんですね だんだんちょっと滞在が長くなってくると、年末ぐらいがだんだんとやっぱり日本に帰りたいなとか思ったり、しんどいわとかってわーわーわー親には言いませんよ自分がすぐね、選んで来てるから、まあなかなかそういう弱音は吐けませんよね、親には。この日、ゆりさんが向かったのは、閑静な住宅街。ハロこの方は以前にゆりさんの照明を購入しているお得意さんです。素敵な家だ。うわーすごいな。あ、でもすごいぴったりだ。いやーいやー、This would also be a room. We do have the cloud downstairs. Maybe we could have something with a little different. You are right, because you have a cloud downstairs. Yeah. So a little bit different. Oh, well, the naturalness of it. It feels light. You know, it has light, and it's also because it's made of paper. But the important thing also is she makes the light for the space. Yeah. But she makes it to custom to change the feeling of the space. We need to have a lot of them. Actually, you know, I still in my, you know, where I want to lay. オーダーを受けるとすぐにイメージを書き起こします。今回は火がテーマになったんで、今回あこういうなと思ってるものがなんかおなんか自分の頭の中で浮かんだんで。この空間に置きたいとかなったらもう、なんかある程度はイメージが落ちてくるというか。普段から一つの商品につき 5,6 種類のイメージ案を作り、お客さんに提案するといいます。そんなゆりさんの照明は建築のプロからも注目を集めつつあります。Also brings something unique and intangible kind of the space. It really brings that artistic dimension. Another idea is we wanted to make it really attractive for people to use the stair as opposed to the elevator. 柔軟な発想で他にはない照明を生み出すゆりさん。使う材料には和紙以外にも様々なものが。こういう着物のね生地とかを使って照明にしたりとかしてます。
もともと実家が着物やってたんで。じゃあこの中にお父さんが見立てた布もあるってことですか？ありますよ。まあ、インドネシアとかインドとかいろんな国の生地使って着物にしたりとか。だからこれもインドのオリッサっていうとこの、サリーを着物に仕立てたやつなんですけど。あ、はいはい、実は専門学校卒業後照明デザイナーになるまでの11年間、ゆりさんは実家の呉服店で働いていました。まあ、仕事一緒にしたから余計父の良さっていうか、まあ、男らしいって言ったら男らしい人で、まあ、もう困ってはる人にはまあまあ自分が困ってた時でも結構助けはったりとか、ああすごい人やなってずっと思ってます。そんな父の元を離れ独立したのは学生時代に好きだったものづくりへの熱い思いからでした。あと継いでほしかったと思いますよ。実家の呉服屋を辞め独立したのは学生時代に好きだったものづくりへの熱い思いからでした。あと継いでほしかったと思いますよ。いや後ろめたかったです。やっぱり自分も11年間やってきたし、なんか悪いなっていう気持ちと、でもまあなんかそこを抜けへんかったらなんか結構なんていうんですか、なんかやっぱりね、なんか生ぬるいところに自分がおったような気もするし、そうですね、今ゆりさん的には申し訳ないなっていう気持ちは今、うん、なんかこんなこと思ってたやなというのは初めて、なんかこっちもほろっとします。お父さんの本音というかそれはどうでした？やっぱもしかしたら継いでほしかったのかなっていう。そうですね、時代も時代やったしね、はあ、やっぱり着物の時代もだんだんと番組方下がりという時代でもあったしね、やっぱりあの子あの子のやっぱり生きがいっていうのを見つけてもらったら方がいいな、いいなとは思ってたんです、だからそういうのは今こうして思うと、あの時反対せんでよかったかなと、よかった正解だったかなというのを今ね見て自分の心にちょっと納得させてるっていう。本当に唯一無二のゆりさんしか作れない作品といいますかね、独特の温かさとパワーと。初めて見ました。ねえ、感動しました。この日ゆりさんは新たな作業に取り掛かりました。ゆりさん、和紙を染めています。あー、グラデーションが。実はシアトル郊外の日本庭園で開かれるお月見イベントで特別にゆりさんの照明が飾られることになったのです。ここちょっと大変だね、本当に綺麗なんですね。このお月見、毎年開かれる人気イベントで近郊の親日家が集まります。350枚のチケットは即完売。果たしてゆりさんの照明は親日家のアメリカ人の目にどう映るのでしょうか。いよいよ点灯です。シアトルに咲く6輪の光の朝顔、優しく周囲を照らします。
あるのが it's magical. And the colors and the reflection, it's visually very heartwarming. 空間もそこにいる人々も包み込むような優しい光を生み出し続けるユリさん。なんで頑張ってんすかね。なんで頑張ってんやろね。あんなん考えたことない。今は仕事してますけど、こういつか引退するときは来ると思うんですけど。引退ってせえへんですよ。死ぬまでよ。死ぬまであるんですか。そうですよ。そんなユリさんに日本の両親から届け物です。なんで、何これ中入ってるんですか。中にどこか これここですね、これ。いい匂いですね。届け物はゆりさんが子供の頃から実家で焚かれていたお香。一人シアトルで暮らす娘に届けられた懐かしい香りです。そこにはお父さんからの手紙も。こういうの嫌いや。何なんですかこれ。もうやめましょうこれ。今回届けたお香は我が家で大切に受け継いできた人香です。お客様からも木下家の香りだとよく言われたこの香り覚えていますか。私たちに会社を辞め独立してアメリカで照明アーティストとしてやっていくと言った時も大丈夫かと心配する反面、この子は言い出したら聞かないし、なんとか頑張るだろうと思い、心よく送り出しました。あなたの作品が今お世話になっているアメリカの人たちに安らぎの空間を与えられるような仕事をしてくれたら嬉しいな。やばいねこれ、ほんまにねえ、頑張らないといけないですね。それは言うてください。ゆりさんがまずね。